半さ山、長寿院観音寺は、埼玉県半能市の新言州地山派の寺院である。本尊は、女遺林観世音菩薩、不動明王ほか、武蔵野七福神の一寺であり、不動堂に、樹郎人が安置されている。金月堂には、第二次世界戦争中、金が供出されてしまったため、堂の実が残されていたが、昭和40年頃に、半能銀座の煎餅店、 亀メの天主が、ハリコの像を制作し、後に、観音寺の堂に収められて、現在に至っている。公式ページには像にまつわる、仏教説話が語られている。なお、反応周辺にはかつてアケボの像が生息していて、イルマ市と反応市境のイルマ川沿いでは化石も、算出されている。漫画、アニメ山のすすめにはこの白像が何度も登場する、ことから、現在では、 アニメのシーンを描いた看板が置かれ、絵馬が飾られるスペースもある。寺では各キャラクターを描いた絵馬も販売している。地元の子供だけでなく、この像を目当てに訪れる山のすすめファンも多い。反応岸も神は、岸も神とゆかりの深いザクロが、反応の名産だったため、反応商工会議所と協力して、平成19年11月に設置された。寺の東側にあり、 顔出し看板なども置かれている。1867年の反応戦争で、里志漢寺、新王寺などともに幕府軍が立てこもった寺の一つである。1950年代まではサーカスが模様されていた。かつて境内には、同時が運営する昭和28年開園の反応幼稚園があったが、平成15年に新園舎が建設され北側に移転した。ありがとうございます。